はい、カレーマニアユッキーです。今回食べる、カレーは、こちら、ローソンストア100で売ってました、レンジ専用ビーフカレー R っていう。これ商品名何なんだろう。このまま売ってたんだよね。このパウチのまんま売ってたんだよ。箱とか何にもなしで、そのまま売ってたから。はい。何にも書いてないって。製造者が8食品株式会社。これ有名な会社ですね。まあこれレンジで、レンジで、こう、このままこう加熱するやつタイプ。で、辛口です。で、1人前こちら 180g 入ってます。180g 入り。うん。それでは、いただきまーす。ビーフカレー？これ。なんかビーフ感があんまないですね。しかも辛口って書いてある割に結構甘い。むしろ甘いんだけど。むしろ甘くね？ビーフ感が足りないですね、うん、うん、なんか普通のカレー食ってるみたい。なんか甘口のカレー。甘口の普通のカレー食ってるみたいな。ちょっとあれですね。なんか酸っぱい。甘さと酸味が。うん。結構ありますけど。少なくとも辛口ではないですね。そんな美味しくないな。これは三つ星。ご視聴ありがとうございました。